皆さんこんにちは、三原自動車松尾です。今日ですね、紹介させていただく車はこちらです。2代目ホンダシティですね。型式が GA の2、平成6年式になっております。この方はトールボーイと言われた、爆発的にですね人気が出た初代のシティからモデルチェンジした形なんですけど、1986年から1995年と結構長いスパン作られてるんですよね。でこちらの車に関しましては1994年の5月登録なんで、もうほぼ後期も後期といったような感じですね。エンジンは 1.3 リッター直列4気筒の SOHC になります。エンジンの型式がですね D-13C ということで、82馬力のトルクが 10.5 キロということで、グレードはですね CE のフィットとシティなんですけど、まあ、グレードが CE フィットというグレードになっております。この車はですね1300のキャブ車なんですけども、この一つ上のグレードになりますと PGMFI がありまして、燃料供給がですね、そうなってくると、馬力も100馬力ということで結構いい馬力を担ってるんですけども、もともとその初代からですねかなりガラッとエクステリアを変えてきたわけですが、その中でまた下級機ターボとかもですね、こういうこの高機能高性能のバージョンがなかった、商品力に乏しいということで、かなり売れ行きが低迷した時代の2代目シティになります。引き続きエクステリアをご紹介させていただきます。ではエクステリアです。カラーはグリーンですね。弊社にあるホンダ車も結構いろいろと YouTube でご紹介してきたんですけど、全く同じグリーンじゃないんですけど、こういったそのグリーンの色っていうのはホンダ車多いですよね。たまたま弊社が仕入れてるだけかもしれませんけど、よくグリーンの色を見かけます。多分オリジナル塗装だと思うんですけども、綺麗ですよね。ちょっと小傷はありますけど、こういったとこちょっと修正はできますんで、リペイントしてお渡しすることも可能です。ホイールキャップとかも純正のキャップがついてますし、まあエンブレムじゃないんですけど、こういうシール関係もですねまだ綺麗に残ってます。シティという文字ですね。こういうマットガードもですね綺麗に残ってますんで、こういう車はもうなんかノーマルで乗る方が当時の雰囲気を味わいながら乗っていただくのがいいんじゃないかなと思うんですけども、今の軽自動車並みとはいきませんけども、まあそこそこですね室内も広く快適に過ごせるんじゃないかなと思います。では引き続き内装を見ていきましょう。では内装です。シンプルなスピードメーター周りですね。右からスピードメーターに上が燃料系、水温系、タコメーターと、この当時の車で言えばベーシックなメーターじゃないでしょうか。ミラーもですね折りたたみはできませんけども、電動のリモコンミラーになってます。こういったエアコン関係もよく効いてますし、ジャザスで良かったですかね。これってホンダの純正のですねカセットなんですけど、こういうのが残ってるというのも素晴らしいですね。あと CD プレイヤーもついてます。こういうなんかマットなんかも綺麗なんですよね。走行自体が4万キロぐらいしか走ってないんで、まだまだ全然十分だなと思います。ではちょっとリアシート行ってきます。これはちょっとですね私のポジションでなると結構やっぱり窮屈感はあるんですが、よく言うツードアクーペみたいな感じじゃなくてですね、ルーフが天井こう回り込んでるんで、こういったところの作りはですね日差しが直接当たったりとかもないんでいいかなと思います。とヘッドレストがないんですよね、やっぱ当時のこういった車っていうのは。それがちょっと衝突安全性とかそういったところを考えると、やっぱりヘッドレストがあった方がいいかなというふうに思います。でもリアシートなんかも綺麗でしょ。こういったところはちょっと丸いペットボトルとか入らないかもしれませんけど、何か小物を入れればいいかなと思います。ではトランクですね。これもそんなに大きなあれじゃないですけども、畳める構造になってますんで、
こうやってこれを畳んでしまえばですね、結構広いスペース空間ができるかなというふうに思います。じゃあ次エンジンルーム見ていきましょうか。ではエンジン吹かします。小排気量の4気筒ということで吹き上がりもなかなかかなと思います。先ほども言いましたけど4気筒の SOHC の16バルブになってまして、キャブレターなんでこういうエアクリーナーボックスがついてますけど、これがちょっと上のグレードになると先ほども言いましたように PGM-FI が電子制御燃料噴射装置がついてますんで、その辺でまた馬力がパワーアップしてるかなというふうに思います。まあ、そこが走ってないんで変な異音もなくですね、いいかなと思います。結構綺麗でしょ、エンジンルームも。こういう感じです。皆さんいかがでしたか。ホンダシティ2代目のシティですね。商品量が乏しくて生産台数も少なかったという割にはですね、まだたまにですけど見かけたりもします。近日中ですね、プライスボードをつけて三原自動車の県道沿いにですね展示したいと思いますので、ぜひ実車をご覧になられて購入のご検討よろしくお願いいたします。引き続きですね、いろいろとレトロカーをどんどんと紹介していきますので、三原自動車並びに M クラフトチャンネルをよろしくお願いいたします。ではまた。